はい、では始めていきたいと思います。ロンジャスクール3限目担当の高三の友の中田です。よろしくお願いします。はい、では、3限目のテーマは家で日常のスペースでも体脂肪燃焼トレーニングということで、まあ、体脂肪の燃焼となると筋トレがそもそもその体脂肪を燃やすっていう、まあ、トレーニングがないという前提のもと、まあ、油断と運動というのが、いざというと、その脂肪燃焼の効果になります。ただ、筋トレをすることによって、通常、まあ、人間が寝ている、起きている、寝て起きてっていう生活だけでも、エネルギーを使って燃えている、そのカロリーっていうのが、要は、基礎代謝というものなんですけど、それが、筋トレをすることによって基礎代謝が上がる。基礎代謝が上がれば燃えやすい体になってエネルギー効率が上がるので、まあ、痩せやすくなるという形になりますので、脂肪燃焼っていうところになってくると、有酸素運動も効率的なんですが、そんなにランニングを1時間する時間がないとか、なかなか今の現状に出ない環境になってしまっているので、家でも簡単にできるような、このね、トレーニングを一緒にやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、では、最初、今日はストレッチからやっていきますので、いつも通り、皆さんよろしくお願いします。1、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 
参りましょう。なので、ここだけで変えなければいけません。なので、ちょっと深いです。
強くなりますので、先ほどこの状態で膝つきでやってきた方は、腕などをやってみましょう。では、両手を髪の毛にします。で、足を伸ばしていただいて、胸をキャッチする。はい。で、
来る前っていうイメージが来ると思うんですけども、足のような感じなの、足の裏でしっかり自分の体重を支える、その感覚を養うことが大事です。この感覚が薄いと、前脚部になったりとか、非常に今の負荷が増えている。前脚部が多いとも、まず自分の足でどこを踏み、どこを使って踏んでるかっていうイメージが、不便なのが非常に多いので、それで意識しながらやっていきます。では、手は前に行って、このまま、頭を、足で進んでいきます。で、このままダウン。伸ばしきらない。反動を使わないように伸ばしきれないでダウン。はい、アップ。はい、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 ダウン。全体的に負荷を増えてきました。では、次は何回やって5秒っていうのを7回いきます。で、ポジションは肩幅よりもちょっと前の、さっきと後ろ目線を入れます。足2個分のところに行って、つま先はまっすぐではなくて、ちょっと感じるぐらいのところに行って、膝とつま先は同じ向きを向くようにしましょう。で、この状態で、この手に手を組んで、バーで、このままダウン。はい、アップ。膝は内側に入るように、外側でイメージして、で、キープ。3、4、早く、ダウン。1、2、ラスト。1、2、3、1、早く、ダウン。ダウン、アップ。はい、ダウンでキープ。1、2、3、4、早く、ダウン、アップ、ダウン、アップ、はい、1、2、3、4、はい、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、はい、キープ、1、2、3、4、はい、アップ、アドリブ、よいしょ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウンで、キープ、1、2、3、4、アイアップ、ラスト、ダウン、アップ、ダウン、アップ、エキープ、1、2、3、4、はい、OK! はい、ナイスです。このような形で、全体的に負荷をかけていきました。まず、このパッ、こういうような状態で、まあ、やってあげると、よりシボネーションも効果的になりますし、同意される筋肉も増えます。そして姿勢安定する筋肉が、多くの筋肉がしっかり機能して始めると、より効果的になりますので、これはぜひ、まあ、シボネーショントレーニング、今からやるシボネーショントレーニングだけでも OK なんですけど、プラスアルファ、もうちょっとやりたいって方は、その前に、ちょっとこのようなトレーニングやってみてください。では、本番いきましょう。おもちゃね。自己燃焼トレーニングやっていきます。で、こちらのトレーニングは、10秒動き続けます。で、10秒休みます。っていうのを8回続けます。20秒動き続けるっていう動くその質なんですけど、自分の、まあ、8割、9割。で、出せる人は10割。で、もっと出せる人は 150%、200% 出せたら、より効果が上がってきます。逆に 60% とかでやってると、あんまり効果がないです。短い時間で、どれぐらい自分のベストパフォーマンス出せるかっていうところで、やっていきますので、
よろしくお願いします。では、今回は、すべてで4つやっていきます。寝る、両手でやるのが2つ、立ってやる、ちょっと2つ、ステップ系が2つでやっていきましょう。で、寝てやる子に関しては、まずは、このようにね、これが1個で、で、次がこのようにね、足を入れます。3つ目が、ステップですね。この状態で、手を少し上げる状態から下げる形でやっていきます。次は頭の後ろに手を組んで、横に立ち、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 立今度立ってステップいきましょう。
お疲れ様でした。このようにトレーニングしっかり負荷かけてあげるとより効果的になります。で、自分の最大限手出し切ってあげるだけでも体はより、あ、今の状況がまずいからもっとエネルギー回さないとっていう環境になってこちらにシグナルを送り始めますので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。きついのはもの数分だけです。そのきつい状態を乗り越えると、まあ、脂肪を燃焼できて、まあ、シックスパッドもしくはホコリの中だったりとか解消できますので、ぜひやってみましょう。よろしくお願いします。じゃあ最後クールダウンしていきますので、皆さんも一緒に最後やって終わりじゃなくてしっかりケアもして終わりにしましょう。では手を足を伸ばしていただいて、手を後ろについてお尻引く。で、このまま前に手を伸ばして、ももの後ろ伸ばしましょう。では次は足を広げます。開脚していただいて、手をまた後ろに出て骨盤を立てます。これ非常に重要です。メタバイクの腰痛になりますので、しっかり立てる。手を抜けて左の足を気持ちに狙ってみると、狙ってみましょう。はい、お疲れ様でした。その3人目、今日は、まあ、最近も年長ということで、今までこの1週間、まあ、ラスト、金曜日、朝、ラストの平日になりますので、まあ、今、自粛で、外でのお店もなかなか、閉店する、休業してるようなところが多いので、まあ、ご自宅で家事して、ちょっとトレーニングをした後に、少しこう、体を休めてあげると、より睡眠の質も上がりますし、休日も活動的に、平日、普段の平日との違いがあんまりできすぎてしまうと、時間のような形になって体が流れてしまうので、ちょっとした刺激を入れるようにやっていきましょう。ではですね、まあ、チャンネル登録、YouTube のチャンネル登録させない方は、ぜひ、こちら、登録していただいて、で、なんかこんなのも見たいなとか、そういうこと知りたいなっていうのはありますから、トレーニングの疑問でも、体の疑問でも、
まあ、その他は何でも、ちょっとコメントをリクエストといただけると嬉しいので、よろしくお願いします。では、今日は以上になりますので、また明日、よろしくです。お疲れ様です。